こんにちは。全国1億6000万人の麻生財務大臣ファンの皆様、今日はね、麻生さんについて2つ話題があるんですよね。1つはですね、例の赤木ファイルについて、麻生さんは具体的に1年ぐらい前からこの存在を明確に知っていて、これとこれとこれとこれが赤木ファイルだよっていうことをね、認識してたらしいんですよね。でもそれをずっととぼけていたんですよ。で、この度赤木ファイルってものが、あるよっていうことをね、提言されて、認めたわけですよね。で、それについて赤木ファイルっていうのがどういうものなのか、その定義がわからないとかね、言い出したわけですよ。で、結局そのね、定義だとかなんだとか、そのファイルに赤木ファイルって書いてるわけじゃないんですよね。でも明確なんですよ。自分が公文書を改ざんさせられたその経緯をずっと綴ったファイルが電子的ファイルで残ってるんですよね。で、それは赤木さんのパソコンに入っていたやつで、これが今回の改ざんに関わった一部始終ですよっていう風なものなんですよ。そのファイルのタイトルが赤木ファイルってなるかどうか分かりませんよ。でも明確ですよね。で、これをよくね、とぼけ切ったもんだと思います。じゃあ例えばね、いわゆる赤木さんが残した改ざんの全てが網羅されているファイル、ファイル名は何ですかっていう風な、質問が飛んでくれば、赤木ファイルとは書いてないんですけども、明確なわけなんですよ。で、麻生さんはどこまで行ってもこれをとぼけてるわけなんですよね。で、これがね、何を意味するかっていうと、やっぱりこういじめ体質によく似てると思うんですよ、私は。で、今回ね、北海道で14歳の女の子が亡くなってしまった。これね、自殺とも他殺とも取れるんですけども、いわゆる性的なね、嫌がらせを随分受けてきて、いろんなね、変なこと、変態チックなことをさせられて、それを動画で拡散されたみたいなことが起きたんですけども、加害者の言い分としては、最終的には自分でやったんでしょうとかね、あとこの子はね、本当途中で川に飛び込んじゃったわけですよ。で、自殺をほのめかしてね、でみんなの前に飛び込んだんですよ。で、それも自分でやったんでしょっていう論調なんですよね。で、これは何かっていうと、多くの方が傍観者であり、加害者自身ですら、いや自分がやらしたわけじゃなくて、なんかみんなでね、やったんだよ、あいつの方が自分よりも圧力あったんじゃないのみたいな形で責任をなすり合ってるわけなんですよ。でもそれはね、そういう心理だったと思いますよね。結局1人対1人なら自分の責任だけども、10人対1人だったら他の9人が何かね、大きな圧力をかけたんじゃないかなって、お互いに思い合うようになるわけなんですよ。で、これと財務省の問題ですけども、麻生財務大臣も直接そんな指示は出してないと思うんですよ。いわゆる忖度とかね、いろんなことを考えてこうしなきゃダメだ、こういうふうに口裏合わせないと、改ざんをしてまで口裏合わせないと、安倍さんの立場が悪くなる、財務省の立場が悪くなる、ひいてはどんな運営をしたんだということで叱られて出世の道がなくなるっていうふうな、こういうような体質があったわけですよね。明文化されてはいないですし、明言されていない、だから立ちが悪いんですよ。いわゆる空気ってやつですね。で、それに徹底的に対抗した赤木さん、でも最終的には改ざんをしてしまった、そこに自責の念があったわけですよ。でもおそらくね、麻生財務大臣にしても他の財務職員にしても、いや、これはね、必死で抵抗したんだけど、結局改ざんをしたのはこいつらだよみたいな形で言い逃れることができるんですよ。いや、自分は改ざんを指示はしていません、でも匂わしたことは匂わした、そして心の中でこういうふうに文章を変えてくれればなと思った、そういうふうな形で勤務すれば、多分こうやるっていうことなんだろうなっていうことでね、動いてしまう人の心理もあるわけですよ。そこに必死で抵抗したけども、やれという一言があれば、全てはね、金繰り捨ててやらなければならないような状況とか、追い込まれたところもあったと思うんですよ。これがよく似てる。やっぱりね、大勢に取り囲まれて、その場の雰囲気でやれやれというふうな圧力がかかれば、最終的には自主的な判断とは言っても、これはもう強制にも値するような形なんですよね。で、あまりにも悔しいから、それを記録に残したわけですよ。で、旭川の女の子だったら人に話してみたとかね、 LINE でメッセージを送るとか、何らかの痕跡を残してるわけなんですよね。で、今回も赤木さんは赤木ファイルということで明確なものを残した。でもやっぱり死人に口なしか、とぼけてるわけですよね。何年経っても。この旭川の女の子の例も2年ぐらい前の事件だったと思いますけども、今回の森友問題も3年ぐらい前の事件ですよね。だからね、年という単位で測らないと全く進まない。そのうちにこれに興味を持つ人が減ってくることを狙っているんですよね。で、当時そこの現場の職員だった方も、役職が変わればね、今は立場が違うんで、自分はね、
それについてコメントする立場にないみたいなこと言うわけですよ。いや、ひどい話なんですよね。だからこういった大人の世界、政治の世界で歪んだことがそのまま子供たちの世界にね移ってしまうんですよね。純真無垢で正義と真っ当なことに突き進んでいこうとする本当に真っ白な子供たちもこういった世の中にまみれてね、どんどん黒くなっていくっていうのは本当にやらせない思いがしますよね、うん、こういった世の中を見ていれば親も歪み、親が歪めば子も歪むってことだと思います。そして真っ当な人だけがなぜかね、爪腹を切らされるというね、真っ当なだけに悪に染まれないがゆえに追い込まれていくってことなんじゃないかなと思いますね。麻生財務大臣ちょっとね、もう観念した方がいいですよ。麻生財務大臣担当者を処分して、麻生財務大臣はもう辞任してくださいよ。もうこの辺で麻生財務大臣いる限りこの国は豊かにならないですよ。不幸なばかりですというのが今日の2つ目の話題ですけども、こうです。直ちに補正予算編成を考えているわけではないというふうに閣議後会見で言われたそうですけども、要するにまだ予備費が5兆円弱残ってるからすぐにお金いらないでしょってことなんですよ。いや、お金いるってね。国民一人一人に定額給付金、特別定額給付金10万円ずつ配れば13兆円ぐらいいるんでしょ。13兆円配りましょうよ。そして増税論なんて本当バカげた話ですよ。減税して消費税はとりあえずね廃止、それでいいかと思います。あと所得税なりね、法人税なりこの辺を調整していけばいいんじゃないか。どうしようもなかったら、例えば、企業の内部留保が多いんだったら、やっぱり法人税を上げていけばいいんじゃないですかね。で、法人税がかかって税金として取られちゃうぐらいなら従業員の給料を増やそうって発想になればいいわけですよ。簡単な話じゃないですか。こんなことね、私でも思いつくんで麻生財務大臣が思いつかなきゃいけないんですよ。だから要するに知っていて国民を苦しめるためにこういう意地悪をしてるんですよね。最後の最後っぺってやつですか。麻生財務大臣ももうそんなにね、これから長生きするかもしれませんけども、じゃああと10年20年その立場にはいないと思うんですよ、財務大臣としてのね、だからそろそろね、最後は優しく国民に対して何ですかね、歳末謝恩セールじゃないですけどね、大還元セールして財務大臣を華々しく終わればいいじゃないですか、皆さんに喜ばれる形でね。まあ、でもある意味麻生財務大臣の政策が多くの人に受け入れられてるっていうね、悲しい現実かもしれません。麻生財務大臣の周りにはお金に困ったことがない方らばっかりがね渦巻いてますから、消費税が 20% なのか 30% なのか大して問題ないよねって考えていらっしゃる方かもしれません。確かにね、確かにそうなんじゃないですかね。そういえば昔物品税ってありましたよね。高級なブランド物とか宝石とか高級車を買うときには税金がプラスアルファでかかってたんですけども、それがなくなってなんか消費税の方にずれ込んでいったみたいな経緯があります。要するにお金持ちが買うものは買いやすくなって、低所得者の方とかが日常生活に必要なものっていうのが課税されてるわけですよ、だから非常にね、所得の低い人には残酷な制度になってるんじゃないですか、この消費税とか法人税の引き下げとか、まあ、法人税が引き下げられたから私もね法人を作ったところがあるんで、そこはある意味ね、制度をよく捉えて賢く生きていこうっていう風な、それでお金の問題解決のためのね情報発信はできるんですけども、でもちょっとあまりにも行き過ぎてね、これじゃあね、昔のね、なんですか、年貢の納め時じゃないですけども、税金を払うだけで一生終わっちゃいますよ。5個5民ぐらいになっちゃってるでしょ。だからね、分取る税金ってのは国民1人当たり 20% ぐらいでいいんじゃないですかね。2割国のために働いて8割は自分のために働くみたいなね。今どうですかね、5個5民っていうと1年間のうち180日はただ働きですよ、私たちは。ちょっとそこら辺は何とかした方がいいと思うんですけどね。はい、じゃあ今回は以上でございます。皆さんも思ったことコメント欄に書いてください。麻生財務大臣、いってらっしゃい。